胃袋が3つありますよね。で1番目の胃袋がそのですね、はい、それがいつも見てるやつね。いつも見えず、で2番目の胃袋が繊維、これは見えません。はい、ちょうどこう体があるとその方がこうあって繊維でこう長くあって、でさここが繊維ね、はい、でさらにその下に筋胃っていう部分があるんですよ。で基本繊維は消化酵素が出ます、うん、で筋胃は硬い筋肉でできてて、でこの中にグリッドっていうね砂が入ってますよ、うん、だからボレコでも代わりになるけど多少砂やってもいいんですけどね。大きい子たちもですか、そしたら、うん、大人も。あ、本当、だこのグリッドとか砂、はい、そういうの売ってますから。ただね、いつも浴びてない子の場合は、ね、最初ほんのちょっとにした方がいい。5粒か10粒ぐらい。めちゃくちゃ食べちゃう子いるから。めちゃくちゃ食べちゃう子いる。うん、本当。最初は本当に5粒なんてほんのちょっとじゃないですか、こんなのが。うん、5粒か10粒。ちょっとね。ちょっとだけ入れといて、で、だんだんに慣れてくるとそうめちゃくちゃ食べないんですけど、食べたことない子が急に会ってバーッと食べちゃうと、このそのおで詰まっちゃったりすると困る。大変ですね。うん、でもこれ大事なんですよ、砂って。そうなんだ、初めて知りました。そう、長年買ってたのに私が言ってなかったからさ、そこまでね。よくそのは聞きますよね。はい、だからその後の消化酵素が出る繊維、はい、で3番目の胃袋の筋はグリッドで、まあ、機械的に、はい、筋肉でギュッて中にグリッドがあって、機械的に吸い潰すというか、うん、そういう3つの胃袋があるんですよね。だからよくその炎と言うんだけど、実は言うとその炎だけじゃなくて、炎症がさっきこっちに進んでてさ、うん、本当に胃炎という場合もあるんですよね。そうなんだ、うん、まあ、なかなかその判別は難しいですけどね。おじさんだからね。ということで、はい、はい、ありました。まあ、じゃあグリッドももしよかったらあったらちょっと、はい、最近なんかその辺のホームセンターでもカーマとかでも売ってましたよね。そう、売ってるんだけど、なんか鳥さんあんまり売れないのか、結構品切れしてて。あ、そうなんですか。そう、すごい、もう何、餌を何求めて、あれどうろうろして。福原町ってどこです？福原町は明大のすぐ隣です。あ、なんじゃそこの川、そう、川まで、あそこの川、はい、あったような気がするけど、なかったかな。そう、あそこの川もそこまで大きくないんだよね。そう、あったんですよ、うん、それは売り切れてたりするんですよね。そう、私も行かないからあれだけど、うん、うん、まあじゃあグ はい、グリッド砂もねちょびっとだけあげてみたってください。はい、わかりました。明日からホテルです。ホテルにいるんです。はい、ちょっともう心配だから娘に任せられない。はい。